訪日外国人観光客向けにギャラ飲みサービスを展開したいと考えています。どういう理念とかがあってこれをやろうとしてるんですか？儲かるからやろうだとやっぱなかなか難しいと思うんですよ。でも結局ごめんなさい、言ったら多分 100% 失敗します。儲かるからやりたいんですよねこれ。はい。なんで儲けたいんですか？現状の生活よりもいい生活をしたい。なぜ？その方が楽しいと思う。なぜ？楽しければ何でも OK。 多分この後1時間人生相談になると思うんですけど大丈夫ですか？同じこと思いました。勝率何パーと思いました？この100%。笑い事じゃないっすよ。どういう覚悟でここ座ってるんですか？あなたがここに座ってる覚悟何なんですか？あなたがここにいなかったらもう一人の人がもしかしたら夢つかめるかもしれないんですよ。笑い事じゃないっすよ。はい。ふざけた気持ちで来るな。はい。それでは簡単なご経歴をお願いします。はい。大学卒業後地元の会社に約4年勤めました。と地元の会社で定年まで勤めようとしたんですけども、年次が上がるにつれちょっと仕事のミスも多くなり、ちょっと違う新しいことをした方がいいのかなと思い、そこで決断し退職し上京をしました。上京後も別業種の会社員として働いたんですが、まあ、そこでも続かずまた別の新しい違うことをしようと考えまして、マチコンを主催しました。マチコンでは集客がうまくいった時もうまくいかなかった時もあったのですが、まあ、うまくいった時でもあまりそんなに大きな利益を上げることができませんでした。で今現在は Uber Eats 配達員をしております。それでは今回のプランを簡単に説明してください。訪日外国人観光客向けにギャラ飲みサービスを展開したいと考えています。外国人男性と日本人女性がマッチングするギャラ飲みです。外国人男性が相手方となるので言語の壁が生じていると思うのですが、翻訳アプリを通じてコミュニケーションしてもらおうと考えております。このビジネスが秀でてる理由、英樹さんがこのビジネスでなぜ戦えると思ったのか、勝てると成功すると思ったのかを3つ教えてください。とりあえずなんか端的に。まず女性のギャラを他社よりも上げたということ。2点目を、インバウンドがこれから拡大するので、そのインバウンドに向けて男性の外国人観光客にしたということ。需要がさらに高まりそう。はい。3点目は他社がまだやっていないと思ったからです。なんでこれを聞いたかっていうと、なんか今までのストーリーから全然こう結びついてないっていうか、何のストーリーとか武器もなく、これがいいんじゃないかっていう商売のアイデアをただ持ってきた人みたいに見えちゃって、うん、どこが英樹さんが勝てる要素だろうなってもうすぐ思っちゃって、とりあえず武器を聞いてみました。うん、一旦ありがとうございます。ビジネスって、まあ、これが売れるからやってみましたみたいな感じだとなかなか実は難しくて、そこにはちゃんと裏に理念とか、まあ、社会的意義とか自分がなんでこういうことやりたいかっていうのがないといけないんですけど、どういう理念とかがあってこれをやろうとしてるんですか？儲かるからやろうだとやっぱなかなか難しいと思うんですよ。やっぱりなんか理念がないといけないと思うんですけど、そこちょっと聞かせてください。どうしてこれやろうと思ったか。正直言うと儲かるからということが理由なんですけれども、理念というと、そうですね、まあなければないといいんですけど、まあひとまずやっぱりそこが空いてると、そこの需要が空いてるんでそこに入り込みたかったっていうところですかね。はい、わかりました、ありがとうございます。経歴で、はい、すっごい気になっちゃうところが、はい、年次が上がるにつれ仕事のミスが多くなりってこの一文ってなかなか、はい、なんだろうな、すごい自分の中で衝撃的なんですけど、はい、どういう仕事のミスを例えばしちゃったんですか？自分はその対機械というか、そういったマニュアルがしっかりしている業務はできるんですけれども、まあ、お客様対応ですね、特に応用力が試されるというか、そういった点に関して任されるようになってきた時にミスが多くなりましたね。具体的に言うと、まあ、その窓口の対応ですね、その時にミスが多くなったんですけれども、そういった点において苦手です。苦手なんですね。はい、苦手なんですね。応用力とか想像力とかが弱点だと思う人って、はいはい、経営者に、まあ、向いてない要素だと思うんですけど、それは、うん、経営者商売人の道にこれから行こうとしてるじゃないですか、このビジネスプランで。はい、応用力想像力ないとすごい不利だと思うんですけど、はい、その点はどうですか？対お客様に対して自分が対応するの難しいんですけれども、その今回はその女性が男性の外国人観光客に対してサービスというかその対応するので、自分はその事務の点でお客様対応といって
ったこととは違ったことを今回はその運営という立場でするので、その得意な面を生かせるかなと思いました。そのすごい勇気だと思うと、その考えでここに出てきて、今例えば資金調達っていう点で僕らと相対して話してるじゃないですか、はい、ここも経営者の仕事だし、はい、そのじゃあ対外国人観光客にこれを流行らせないといけないから、観光協会のところとかに挨拶行ってちょっとこう紹介してもらえることがないか交渉みたいなしたりとか、いろいろ考えられるんですよね。今後その人と接しなきゃいけない、これを流行らせるためにっていう経営者商売人になると、結局その自分で事務作業っていうのは序盤はするかもしれないけど、そんなにしなくなるんですよね、ビジネスが成功するほど。はい、大丈夫ですか。はい、根拠はちょっと今は示せないんですけれども、はい、覚悟はあります。いやでも結論から言うと多分 100% 失敗します。動画制作会社の社長が結論から言っちゃったみたいな、この前編後編の序盤で一番最初に儲かるからやりたいんですよねこれ。はい、なんで儲けたいんですか。嘘でしょ。現状の生活よりもいい生活をしたい。なぜ。なぜ。その方が楽しいと思うからですね。なぜ。楽しければ何でも OK。 まあ他者に迷惑をかけてはいけないとは思うんですけれども、まあ最低限迷惑をかけない程度に楽しく生きることは大切だと思っているので、稼ぐことがいいと思ってます。多分このあと1時間人生相談になると思うんですけど大丈夫ですかね。同じこと思いました。タイガーファンディング出演経緯のところにも書いてますけど、とりあえず自分今の自分に変化を起こしたくて、ランチしてくれた経営者の方のアドバイスもあってここに来てて、おそらくその方のアドバイスの意味も彼の勇気とか覚悟も、うん、ボロクソに言われて自分が変わるパターンっていうのも込みで来てますよね、もうね、覚悟も多分、うん、そんなことない。いや出ると思ったんですか。お金出ると思ったんですか。勝率何パーと思いました、このプレゼン。 100%って思ってました。じゃあもうちょっと聞いた方がいいかもしれない、ね、100% だったら笑い事じゃないっすよ。どういう覚悟でここ座ってるんですか。あなたがここに座ってる覚悟何なんですか。あなたがここにいなかったらもう一人の人がもしかしたら夢つかめるかもしんないんですよ。笑い事じゃないっすよ。はい、ふざけた気持ちで来るな。はい、ここコンサル受けるとこじゃないんだよ。はい、 100% って言うならそれ出してみろよ。はい、バンさんどう思われます。まあそうですね、はっきりはしてもらうと僕やっぱ得意ジャンルなんでギャラ飲みに関しては女の子もよく分かってますし、あ、まあ、本当になかなか芽が出ないインフルエンサーの子がギャラ飲みやってたりとか、うん、キャバクラとかもちろん風俗なんかで働いてて仕事がなかなかつかめない子がそっちへ行ったり、まあ、いろんな形で、まあ、実際そのぐらいの金額で呼ぶんですけど、やっぱちょっとアングラな要素が高いし、でやっぱその治安が悪いところに行くケースもすごい高いし、あの本当に夜から朝まで付き合えっていうようなケースはもうザラだし、ほぼ犯罪に近い状況も起きたことあるし、その時に通報機能でってのはちょっと僕からするとよほど俺がやった方がいいのかなって思うことの方が、はい、ケツ持った方が早いのかなってことは多いんですけど、でもそんぐらい危ないんですよ。でも結論から言うとお金が欲しいっていう、お金が儲かるってことだけでやるレベルの話じゃやっぱなくて、そこはやっぱ本当に高澤さんが怒る気持ちもよくわかるというか、はい、そんな感じです。江木さん、これ聞かれて、はい、どう思います。実際の現場はこういう、ある意味こう修羅の場もあるよ、そういう覚悟できてますか。そういうことに足突っ込もうとしてるんですよ。本当に思いつきのプランを持ってこられたなっていう、うん、愛も情熱もクソもないっていうところで、で、ね、学歴はすごい僕より、優秀なんですけど、はい、本当商売とかね、こういうビジネスって学歴関係ないんだなっていうのを逆に気づかせてもらえたんで、そう。でもほんまどうするんですか、この空気をどう変えていきますか。このまま話進めるのか。でもほんま竹内さんおっしゃったように本当に人生相談になるかなと思うんですけど、これを本当にやりたいんですか。やる必要性が全然感じられないし、うん。江木さん、はい、今ちなみに勝率何パーセントあると分析します、予想してます。まあ 0% です。そんな簡単にまず100から0になるもん持ってくるなんてのもありますからね。これ英樹さんがご自身で作られたんですよね。はい、最初から最後まで作られたんですよね、はい、すごく詳細に、例えば支払いのタイミングであったり売上がどの月に上がって翌日の10日とか、まあ、詳細にこうね調べようという努力っていうのは
一種垣間見えるんですけど、何より僕が気になってしまうのが自己資金、まあ、ゼロですよね。これ自己資金を入れなかった理由っていうのはシンプルに、まあ、入れるだけのものがなかったっていうところなんですかね。そうですね。であればあなたを見て我々は出資するかどうかっていうのを決めますよね。はい。姿勢正して気合い入れて話してくださいよ。はい。あなたに入れるかどうかじゃないですかね。 0% って言っちゃダメだよ。まだ確率あんだから、まだ時間あんでしょ。諦めんなって。